ソシオニクス、うん、このチャンネルでは、イザヨイブログさんの許可を得て、はい、うん、ソシオニクスの紹介をイザヨイブログさんのところから引用させていただいてます、はい、URL はあの概要欄に貼っております。今日はデルタクワドラ、はい、という16のソシオタイプを、クワドラという4グループに分ける。で今回紹介させていただくのはデルタクワドラというタイプで、はい、IEE、SLI、LSE、EII ですね、はいはい、のタイプの紹介をさせていただきます。デルタクワドラの人たち、うん、IEE、SLI、LSE、EII ですねは平和のためにコツコツ仕事に取り組むことが好きなグループ、はい、自分を成長させたり生産性を高め合ったりできる穏やかなグループを大事にします、うん、というグループ、はい、こんなこのデルタクワドラの目標は一言で言えば全てを尽くして完璧を目指すことです、うん、例えば、うん、料理人ならありとあらゆる技食材アイデアをフル活用しながら技を磨き一点の曇りもない完璧な料理を作ろうとするかもしれません、うん、あるいは魔法少女ならこの世の悲しみを葬り去るべく宇宙の法則を書き換え自ら神となるかもしれませんと、うん、全ての魔女を生まれる前に消し去りたい、うん、これはあれですね、マドカマギカですねはい、そうかもしれないです。知らない、知らないです。ぜひじゃあマドカマギカ、はい、見てください。はい、デルタクワドラの価値観は平和のためにコツコツ働きたいと、たと、うん、え私的な、私的っていうのは私的な人間関係のような感情の領域でも、はい、うん、行動の背後にある理論的根拠について話したり、うん、物事のさまざまなやり方における生産性、うん、非生産性を力説したりすることに意味を感じる、うんうん、役に立つと同時に自分の内面とも釣り合う何かをしていられるような平和でリフレッシュできる活動に価値を感じる、うん、目標達成のためには運や憶測、集団の努力、強い指導力よりも自分自身の勤勉さを信じなければいけないという哲学を持っています、うん、僕は普段このタイプ論なんてねえんだよって言ってるタイプなんですけど、うん、はい、こんだけパキッと分かれると、うん、ああなんかこのカテゴライズはうまくできてるなとは思い、うまくできてるなとは思います。それがタイプ論ですけどね、多分。なるほど、はい、そういうことなんでしょうね、はい、なんか多分違うんですよ、そのタイプ論の捉え方が。はいはいはい、こう普段、ね、はい、はいはい、話してて、はいはい、僕は多分そういうのをタイプ論って言ってるって話。なるほど、はい、僕はこのタイプに、うん、なんていうの、一つのタイプに迷う人がいるとかね、うん、そういう事象を見ると、うん、いやいやそんな枠のないものにこだわってどうするんだろうっていうか、枠をつけただけじゃないかって話ですよ。だからそこに悩む意味はないんじゃないかとは僕も思いますけど。あ、はいはいはい、でこのさまざまなやり方を合理性や生産性を吟味したり、あるいは注意をコツコツと働きながらプロの技術を磨き、さらなる高みを目指そうとする、うん、社会にとって有益さと個人にとっての面白さが両立するような平和な活動に夢中になると、うん、この辺はね、はい、あの僕もそういう社会になるといいなとは思ってます、はいはい、うん、というわけでこのデルタクワドラは、うん、出世やビジョンのために、うん、過酷な状況を耐えたり荒々しい手段を取ったりすることはしたくないと、うん、なるほど。でデルタクワドラの価値観の2つ目、うん、強制的に物事をやらされたり、うん、険悪な敵と直面したり、あるいは厳しい規律に押さえつけられたりするような、うん、ストレスの多い状況ではうまくやっていけずすぐに消耗してしまいますと。もっと平和で歓迎される環境を探すとありますね、うん、
もっと平和な環境、方法でスキルを磨いていく方がよっぽど有意義だと考えている、うん、なるほど。どちらかというとこの穏やかな物静かな方々なんですかね。俺についてこいとか、うん、まあ、その多分表面上なことよりも、はい、もうなんかきっちりやっていきたい感じじゃないですか。そっちに価値があると思ってるから、なんかこう表面的に目立ってというよりもちゃんとした成果を出したいとか。なるほど、うん、でデルタクアドラさんは自分の経験や夢を静かに語りたいタイプです、うんうんうん、デルタクアドラは自分の経験や夢を静かに語り合うのも好きですと、うん、で価値観の3、自分の経験に関しては、うん、自身の感傷が混ざった私的な私的な経験を共有し合うのは大好きだが、うん、もっぱら洞察に満ちて芝居がかかっていないやり方であると、うんうん、だから芝居がかかると冷めるんじゃないですか。なるほど。盛りたいじゃないですか、うん、盛りたいじゃないですか、うん、でそういうのを冷たく見る人たちですよ多分。持ってすごいなって思われたくなるじゃないですか、うんうん、あ、だからこの人たちにやると失敗しますよって話ですよ。勉強になる。そう、なるほど。新たなスタート、はい、自己成長の機会、うん、将来の計画や展望について話すのを好むとありますね、うん、自分の経験をその時自分が感じたこと考えたことを交えながらシンプルな言葉で語らい、それが好きですと、うん、またいつか叶えたい夢や今後やってみたい実験などを話し合うのも好きとありますね、うん、このデルタクアドラは、はい、そのために一体感のためと大げさな感情表現を強いられたり、はい、強烈な雰囲気に巻き込まれたりすることが苦手ですと、はい、二等辺の拒否ですね。はい、はい、うん、でデルタクアドラの価値観4、うん、自分の深い情熱やビジョンを見せることはめったになく、うん、その代わり自分が何をなぜしたいのかについてより中立的な言葉で話したがると、うん、まあ、そういうとこなんでしょうね、うんうんうん、要はファクトファクト、はい、確かにリアリティを話そうと、うん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 、そういうことですね、うん、脚色や感情的な働きかけを拒み、うん、皮肉っぽいユーモアや控えめな言い回しをすると、うんうん、ちょっと今反省してます。はい、はい、なんか僕はどうしてもなんか受ければいいじゃんとか、うんうん、って感じてしまう方なので、はい、それをやりがちでそれがいいでしょって思ってるんですけど、うん、で冷めた目で見える。そうじゃないって人もまあ、うん、これまでもやっぱいましたね。確かに、うんうんうん、はい、まあ人を見て行動しなきゃいけないですよね多分、うん、はい、勉強になります。はい、で楽しみや感情的な交わりが目的なグループを作ったり維持したりはせず、うん、生産的で安らぎをもたらす活動ができるグループだけを真摯に受け止めると、うん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 、一般に自分の心の中を伝える際に、うん、私的な表現を使うのを嫌がり自分が感じたことや自分の体の感覚についてシンプルに話すとありますと、うん、自分の本当の気持ちに向き合うことが許されず、うん、そのせいで自分の夢が閉ざされでもしたらデルタクアドラは塞ぎ込んでしまうでしょうと。ちょっと先ほどの価値観の中で僕が引っかかったことを話してもいいですか。はい、楽しみや感情的な交わりが、うん、関わりが目的なグループを作ったり維持したりはせず、うん、生産的で安らぎをもたらす活動ができるグループだけを真摯に受け止めるとあるんですね、うん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 、でもこの楽しみや感情的な交わりが安らぎであるとすると、うん、この人たちは生産性が安らぎなんですよ。安定した生活が安らぎなんじゃないですか。あ、うん、生産的なことが安らぎであると、うんうんうん、じゃあこの感情的な傷の舐め合いは安らぎではないと、うん、この人たちには安らぎではない。生産的生産性が安らぎですか。そればっかりではないよねとは思ってます。それが中心なんじゃないですか。
なるほど、多様性ですね、はい、うん、なんか最近はねこの類型論を学び、うん、このなん、はい、対立ではない、これが、はいはいはい、対立ではないということは多様性、はいはい、多様性であると、はいはい、好みということですね、うんうん、ではそんなデルタクワドラさんの、恋愛面の話に移りたいと思います、はい、デルタクワドラさんの恋愛モットーは守り助けるですと、うんうん、デルタクワドラさんの精神の特徴は精神的物理的な不快感に対して険しく反応することですと、そのため人生のあらゆる側面において調和を願うことはデルタクワドラにとって特に重要になると、デルタクワドラは美しくて心地よい環境、美味しい食べ物、誠実さ、そして信頼によって興奮を覚えますと、パートナーの精神的物理的な快適さに気を配ることと、うん、安全で安定した関係を結ぶことが必要ですと、うん、デルタクワドラにとって深い愛情はパートナーの問題を十分に理解し敏感に感じ取り思いやることを意味します。何事においても助け合うことに価値観を置きます。この手の感受性に欠けるとむつまじい、セックスに問題が生じるかもしれないと、ちょっとした無礼を働いたり誤解をしたりして性生活が重苦しいものになってしまうことがあります、うん、なるほど、調和な人たち、うん、こういう激しい波じゃないんですね、うん、冒険みたいな、うん、安定した右肩上がりを目指すなぎ、はい、なぎなのか成長じゃないですか。あーなるほど一か八かとかストックオプションで一か八かの大金じゃじゃなくて、うんうん、年利 2% ですと、うん、福利が最高なんですみたいな感じなんですかね、うんうん、そう40年積み立てますみたいな、なるほど2% で40年ですみたいな、はい、でデルタクワドラのもう一つのね、うん、そのおどけた態度で笑ったり相手を優しくつねったりするのがデルタクワドラの、性の特徴ですと、うんうん、LSE は相対関係にあるシャイな EII を興奮させるため独創性はあまりないものの多くのエネルギーを使いますと、それゆえ SLI と比べると自制心はないと。 SLI は相対関係の IEE といるといるときには自分のエネルギーを保存しておく代わりにより独創性になります、うん、いずれにとってもそのアプローチはハイレベルな芸術のようですと。女性の IEE はくねくねしなしなしていて猫のような動きをするのが特徴です。 SLI と IEE のペアは外からの刺激、つまり映画、文章、歌詞、写真、文学に強く影響を受けます。 IEE は同情や共感に弱いですと、うん、IEE は自分の苦しみや不運を話すとうまくいきます。この状況では、IEE は優しく思いやりを示し苦しみを一刻も早く取り除いてやらねばと感じる。ついでに言えば IEE のあだ名にドンファンというものがあります。ドンファンは女性に上手に言い寄ることができるのですが、いざとなると身体的な親密さは回避するのですと。 IEE がこういった振る舞いをするときには相対関係の SLI と活発化関係の LSE は主導権を自分の手中に握ることになりますと。ただまああまり激しいのはない人たちなんだなってちょっと受け取りましたけど、うん、ちゃんとつながりたいみたいな感じじゃないですか。あーなるほど、うんうん、信頼できるかどうかとかなるほど、激しい波は一番苦手ですと、うん、安定が最優先。僕もうちょっとなんか角度はつけたくなるんですよね、うんうん、